初打ち台でブラッシュ使用目指せ。なんか新しい企画ですね今回。そうなんですよ、うん、今夜の企画は初打ち機種でプラス収支を目指せ。新台が続々登場していますが、今回3人には今まで打ったことがない機種に挑戦してもらうという企画になっていますよ。プラス収支を目指していただきたい。もう全くの初めての、はい、初体験。初体験です。高野ちゃん、初体験の思い出をちょっと喋ってくれ。いや、運じゃないですよ。運って何ですか。違った、違います。どさくさに紛れて何か本当に初体験だから何にも分かってない可能性もあるってことだよね。そうですね。大丈夫それで見てる方楽しいかな。大丈夫、それでも分かることはあるじゃないですか。あ、まあ、お湯の色が変わったぞとかそういうことを説明しつつ。そうそう、しつつ。なるほど、はい、楽しんでいきたいなと。 OK。 ちなみに、うん、プラス終始になった方にはちゃんとご褒美も準備してるということですね。本当疑いしかないご褒美が出るんだから。だから罰ゲームね。ね、旅行などとか。ハワイ旅行、うん、なるほど、かもしれないですよ。とにかくご褒美があるってことね。はい、なので、うん、はい、店内で今回は初めての台に挑戦したいと思います。はい、張り切っていきましょう。バッチリ TV スタート。今回お邪魔しているのはハピネスネオ星の里店。4818、20スロ、8スロの全4レートで営業中。さらに店内には快適にくつろげる休憩スペースも。遊戯の合間にちょっと休憩なんてのもいいんじゃないでしょうか。さあ、まずは台選びから。ヤマキンと香里は8スロを選ぶみたいですね。8スロってあんまり打ったことないんですよ。しかも身体が。そうなのね。あ、これ、あ、フジラッキー見てみる。かわいい。フジラッキー、これにしようかな。私、これにしますね。マクロス、マクロスしようかな。マクロス打ったことないもんね。マクロスにします。マクロス、ちょっと萌え系の台あんまり打たないんですけど、これは萌え系って言うのかな、そもそも。私、カノンが最新台ですね。やっぱ打ったことないんで、ガロ魔界の花を打ちに来ました。ちょっとちょうど空いてたからよかったんですけど。カノンはパチンコの新台ガロ魔界の花を選択。さあ、見事プラス収支にしてご褒美をゲットできるのでしょうか。なんかあのノーマルタイプかと思いきや A 定期でございました。今パトチャレンジ入りました。ベロベロで。なんか叩けみたいなの出てる。あー、いたー、フリーがいっぱい。そう、フリーが停止して、ナーのノリノリ図柄がどこかに止まったら強制類だそうです。香里が早くも初当たりをゲット。はい、ノリノリラッシュはですね、純増 2.8 枚の AT 機だって。1セット55ゲームセット数と継続率だから、どんどんループさせないといけないんだ。じゃあ初打ち機種なので詳しいことは知らないかもですが、しっかり台の魅力を伝えてくださいね。でもポイントが溜まるほどいいらしいですけど、いいじゃないですか。ここで乗り合えば、しかも下段に来たよ。
そしてさらに、いや、なんかえらいことになったかもしれん。超時空ライブ、これいい、かなり、あるある、超時空ライブ8ゲーム間。なんと、ヤマキンに超時空ライブ降臨。大量上乗せの大チャンスですよ。ちょっと、なんかえらいことになるの違う、本当に。8ゲーム間。え、ゲーム数ね、なっていくということですよね。あ、ナビが出ない。チャンスじゃない、これ。リプレイか。トータルで200ゲームの大量上乗せに成功。いやー、素晴らしい。香りもまだ AT が続いてるみたいですし、今日のメンバーは絶好調ですね。とここでカノンに、カノンが見事大当たり。いやー、マックスタイプをこんな短時間で当てるなんてすごいですね。さあ、今作のガロも ST に入るかどうかが大連ちゃんの鍵となるのですが、果たして。あー、やばい。あー、新月ガロ克服せよ。今日はみんな絶好調。見事全員プラス収支達成なるか。危なげなく連チャンに成功したカノン。一方、その頃香りはというと、なりなりすごい、今6連目です。すごいよね。ノリノリループでしょこれそんな名前あるかどうかわかんないけど、ここに行けば多分スジラッキーズからが揃う確率が上がって、ポコポコ乗せれちゃうみたいな。カノンの連チャンはここで終了。投資も少ないし、十分プラス収支ですね。キング、どうですか調子。いや、もう全
絶好調なのよ。カノンちゃんも当たってるらしいやんか。いやもうすごい調子良かったですよ。あ、もう終わったの今は。いやでも4連チャンスだって。4連素晴らしい。どうですか。もうね、ちょっと本当に初打ちだから、はい、よく分かってないんだけど、とりあえず200ゲームの ARD に入って、あ、今ボードを引いたとこ、あのダイバーのスロットっていうのはもちろんですけど、うん、マクロスはどうですか。マクロスよく分からんのよ、主人公の名前とか。シェリフとランカっているんですよ。あ、ランカちゃんね、聞いたことある。 どっちがタイプですか。こっちこっち。いや、やっぱそうです。やっぱそうです。もう予想通りでしたので。カノンちゃんはこっちなの。いや、まあ、どっちも好きですよ。これやっぱマクロス歌も、マクロス歌は有名だよね。そうなんですよ。これでめっちゃ出したら、うん、あ、そうやね。そう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 。もうちょっと銀河がそういう趣味にならないですけど、ね、これさすがにまだハマってないな。カノンがせっかく教えてくれたのに、原作のことも知っておいた方がよりパチスローを楽しめますよ。6セットで1000枚ぐらい出ました。忘れちゃった。1000ちょっと出ております。すごいね。多分なんかあれみたい、いろいろモードがあるみたいですね。加速やめしていいかどうかもちょっとわかんないから、後ろの身体もね、気になったやつ最初当たっちゃってるんですよね。だから時間があればこれを持ってまた自分の初体験をしたいと思います。香織も現時点でプラス収支を達成と、ここでカノンにまたもや大チャンス到来。ちょっと赤まで行きましたよ。これはちょっと期待してもいいかな。保留がですね、剣が刺さったまんまだったんで結構熱いと思うんですけど、ST には突入しませんでしたが、大満足の結果だったんじゃないでしょうか。でかい。まだ続く。いや、これ終わらないぞ、マジで。実戦終了も残りわずかのところで見事 AT をゲットした香織。いや、今回はみんな絶好調でしたね。結果発表。さあ、実戦の方が終了したわけなんですけども、はい、結果の方ね、一人ずつ聞いていきたいと思います。はい、さあ、キングはどうでした。僕からでいいですか。はい、僕からで大丈夫ですか。本当に大丈夫です。君たちが霞んでしまう可能性がありますよ。大丈夫です。僕はマクロス打ちました、パシスロ。はい、本当に初打ちで、うん、なんだかんだで、なんだかんだで、かなりのプラスになりました。本当に、はい、よかった。余裕のプラスということで、なんか超軸ボーナス。そうよ、引いたんです、それ引いちゃって、うん、3年ぐらい ART 終わらなかったらどうしようかと思って。そんなことないですよ。大変だった。すごい。じゃあプラス調子なんだということで、うん、はい、ありがとうございます。じゃあカノンちゃんは。いや、今日ですね、多分香織さんもちょっと覗きに来てくれてたと思うんですけど、うん、ガロで初当たり2回で4連チャンしました。すごいよね、初当たり2回引いたんでしょ。すごいですね。前と違って結構いろんな演出もっと増えてるんで、はい、うん、ちょっとみんなにも売ってほしいですね。ちょっと当たるか分かりませんけど。むかつくわ。なんか最後に言うことね、当たると偉そうになっちゃったよ。意外とこういうタイプ。いやだってガロンで当たったらちょっとねテンション上がりますよね。そうね、じゃあカノンちゃんもブラッシュしてプラスでした。じゃあ最後すいません、はい、私から発表したいと思います。8円スロットコーナーの8スロクジラッキーを打ちました、はい、ここで初体験を行いまして、うん、もちろんブラッシュ
手でございます。ちょっとちょっとちょっと聞いてよ、いろいろ聞いてよ。いいじゃん、はしょっても。あれ面白いんですよ、クジラッキー揃いまくるし、なんか継続しまくるし、なんかもうキュン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 しましたよ。おい、説明が下手にも程があるだろ本当に本当説明が全然わかんない。とにかくなんかもうノリノリみたいな感じで。ということでなんと見事全員勝利。すごい。なんで今日はこちら、はい、取りました。もう全員プラス記念ということで、はいはい、コーヒーメーカー、はい、これをゲットいたしました。視聴者プレゼントということでプレゼントしたいと思います。イエーイ。そう、今回は3人とも本当によく頑張ってくれたので、こちらのコーヒーメーカーをプレゼント。番組の感想などを添えて、ふるってご応募ください。ということで、このコーヒーメーカーは視聴者プレゼントですけど、はい、今日言いましたよね、僕たちにもご褒美があると。はい、それ決定しました。遊び場で好きなとこに行っていいですよ。おー、すごい。え、好きなところに行っていいのか。そう、だからあの3人でここ行きたいっていうのをちょっと話し合って決めて、そしたら次の遊び場でそこ行って遊べると。え、本当に連れてってくれる。動物園もあるし、でどこでもいいらしい。入場料払ってくれますそういうのはなしにしてください。すごい話をするな。いやだ、それこそご褒美でしょでもあれですよ、はい、あの香織ちゃんの実家も新しくなったらしいんで、そこに行くっていうのも。そこも行きたいです。あの私山口県ではないので。ちょっとだけ出るだけじゃないですか。ちょっと出るけど。だからどうします、どうします。じゃあ多数決抜きましょう。香織ちゃんの実家が一緒。はい、いやだよ、もうそんなのないから。ご褒美ならなくいいから。それはそれ、ご褒美ご褒美。はい、香織ちゃんの家行くときはツアーにしますんで。なんでよ、視聴者も。なんでよ。いや、そらそいいよ、いいよ。そらそツアーにして、もう家に行った方が賑やかになるし。どうしたらいいの。私スリッパそんな数ないっすよ。いや、近々もう本当にすぐ行きますんで。あの香織の家に決まったときは皆さん、あの、言いますんで。いや、なくていいの、行かない、行かない、行かないです。はい、はい、そんな感じで、じゃあ、また次回、ね、わかりませんけど、はい、はい、また次回も頑張りたいと思いますんで、見てください、はい、それでは、今週はこの辺で、おやすみなさい。本当に来なくていいから、はい、募集します、そんな。いい、いい、いい。パチプレウェブにはパチンコパチプロの情報満載。パチプレチャンネルの登録募集中。パソコンの人はここをクリックしてね。スマホの人は下の動画説明欄からチャンネル登録をクリック。